です。こんばんは、ムキーノスです。今日はマインクラフトのキノコの島を作りたいと思います。イエイ、フォフォ、フォフォ、イエイイエイ。じゃじゃーん、キノコの島、イエイイエイ、フォフォを作りたいと思います。ちなみにマインクラフトですね。皆さんマインクラフトって知ってますか？さあ作っていきましょう。できました。この部品で合体させます。3つの島をご紹介します。まずこれですね。このドアが開きます。ムーシルームっていう赤ちゃんと大人を入れるためです。次の島ですね。まずはこれはクリーパーですね。クリーパーは馬の仲間なんですね。馬の仲間のゾンビです。でこれがアレックス。コンパスですね。コンパスとツルハシです。コン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 。この大きなキノコが特徴です。これですね。これです。あとこれが船ですね。特徴はここがこのツルツルぼっちでなんか丸くなってる部品がでゆらゆらします。これも特徴ですね。これが作業台です。これは物を作るんです。ツルハシを作ったりコンパスを作ったりするんですよ。ここを押すと爆発するんですね。ここを乗っけてこうやって爆発します。おお、なくなりました。じゃあ合体させていきましょう。こんな感じですかね。適当にやるといいです。例えばこんな感じに遊べます。するとドン。まあこれは本物のゾンビじゃないんですけど適当に作ってみたんですね。ドン。うわー、ゾンビだー。うわー、倒しに行かなきゃ。チャクチャクチャク。するとバン。私の息子何かしましたか？いやートントントン。バン。クリクリクリーパー。うわー、クリーパーだ。つくし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 。以上、キノコの島でした。
シュルームやクリーパーやアレックスの仲間たちがついてるから楽しいよ。てこと作るマイクラの世界はまさしくマイクラの世界まんまですね。今度は他のセットを組み合わせて遊びたいと思います。じゃあね、バイバイ。